曲折を経て完了した、ステアリングコラムカバードレスアップ、カーボンクロスと樹脂で、本物のカーボンにしようとしたら大失敗、ダラダラ作り直した1ヶ月間の記録、結局はラッピングフィルムになってしまいましたが、今後10年生きる DIY スキル、その失敗をご覧に入れましょう。こちらが最初の状態、しぼしぼが入りつつも、安いプラスチックですよ。下半分はかなり奥の方まで伸びてますね。何をするにもまず、このカバーを外さなきゃならない。最終的にはフィルムになりましたが、この時はカーボンクロスに樹脂を塗って削って、リアルカーボンとして作る予定で道具を買い揃えました。ハンドルを回すと、三次特次のところにネジがあるので、外した後、なくさないよう保管しましょう。車種によっては3つあるらしいな。ちなみに、ハンドルを外す必要はない。客側のネジも外しいの、分割部にマイナスドライバーを、ぐにゃぐにゃやってたら外れていきます。ワイパーが空吹きしちゃうのでエンジンオフ推奨。エアバッグ周りをいじるので、バッテリーのマイナスを外して、ちょい待ってから進みます。どんな具合で進めばいいか、見てれば大体わかったろう。ただ、でかい衝撃を与えるのだけは厳禁だ。可動部の布は、クリップで差し込まれています。挟みながら抜くと、と外れてくれますよ。へえ、この下ってこうなってたんだ。ウインカースケックの付け根を見ていると、輸入車がウインカー左なのが、コストダウンだなと納得。下も外れたけど、変な配線がくっついてる。これオプションの、青いフットランプのオンオフスイッチらしいな。光ってるかもわからんライトだ。こんな配線切ってしまえばいい。スポンジで包まれたカプラー、結局外し方がわからず、結局切ってしまいましたよ。本体の方は、いい具合に絶縁して、どっかに留めておきます。適当に貼ったアルミテープも、初期がクイックになりすぎて逆効果だったので、この際取り去ってしまいましょう。ペンチをなくしたので、適当にホームセンターで買っただけなのに、大活躍しまくってるプライヤーで挟む。見てる側も映像ガタガタだし、やってる側も片手でめんどくさい。DIY 系 YouTuber ってすげーわ。適当に取り上がって、そういうのクリップ破損の原因になるぞ。さてここからなのですが、足付けを行っていきます。耐水ペーパーで削りまくります。めんどくさいので単純作業は全カットしますよ。一番粗い60番だ。容赦なくいくぞ。まあしぼしぼを平らにするのは不可能なので、密着論の足付け用のパテの、足付け用程度に考えて適当に行いました。スイッチは破壊しないと外せませんでした。車検にもいらないし、存在も無と同じだし、ぽいですね。ここでおもむろに、バンパー補修用のパテを取り出す。二度目が使えるのかわからない、混ぜないタイプ。使い捨て覚悟でしぼしぼを埋めるぜ。まずはシリコンオフで脱脂ですね。意味あるのかわからないけど、自分でやってみないとわからないから。使い方？適用？知らねえよそんなもん。やってみて考えるしかねえだろ。YouTuber の動画で見ただけで、知った気になってんじゃねえ。すぐ乾燥していっちゃう感じですね。パテ使うの初めてだけど、合ってるのか知らんけど、しぼしぼを鳴らそう。骨の折れる単純作業が続くのでカット。だいたいこんな具合になりました。独特の匂いがしますね。あと、指やら服にパテがつく。作業着の用意がいりますね。こっちは表面積が広くて、大変だったんだぜ。床に置いた拍子に、表面にホコリついてそう。この後、ペーパー600番くらいで削って、表面を鳴らします。本当なら持って鳴らして、これを何回も繰り返しながら平面を出していくようだが、めんどくさいから一回だけだぜ。もう一度シリコンオフで脱脂していきます。カーボンクロスの折り目から、この白色が透けるらしいので、今から黒く塗る、密着論。乾燥時間。そんな上層部の商人みたいに、いちいち待ってらんねえよ。トランクスポイラーを塗るために、適当に買って余ってた、なんかの黒スプレーを適当に拭いていきます。さっきの密着論、乾燥してなくね？めんどくせえ。本当は一回目って、うっすら黒が乗ったら、7割以上白でも乾燥させなきゃダメなんだよ。そうしないと仕上がりがダメダメになるんだけど、カーボンの下の仕上がりの美しさとか、今のところどうでもいいわけで。適当だよな、客が帰った後の飲食店の、座席のアルコール清掃かよ。なんやかんや黒くなったので、カーボンクロスと樹脂を塗っていきます。最初に樹脂を塗って接着剤代わりにしてから、カーボンクロスを貼っていくのが一般的らしいけど、貼り込みでミスりそうなので、先にクロスを貼る方法でいきます。使うのは両面テープとスプレーのり。これが意外にも頼もしかったのですよ。ただ適当に拭いたから、指にそこら中について、ベッタベタしまくるという。適当なんだよな。あとはカーボンクロスの方にもスプレーのりを拭いて、どうなるのかわからねえけど、やってみるしかない。どうしよう、やっぱガバッと乗せて、中央から押し広げるよね。布というか糸をクロスさせてるだけって感じなので、意外なほど局面にもフィットしてくれます。端っこをうまく切って折り返して、あらかじめ貼っておいた両面テープと接合。今のところ、見込んだ通り進んでいる。こんな具合に仕上がりました。結構いい感じだと思います。
さっきのクリップのところや、取り付けのための爪は、樹脂が入り込まないよう後でマスキングしよう。カーボンすげーカーボン。カットしまくって、下半分もやってみました。角度調整のところの穴、なんとかしようね。曲面失敗してやがる。樹脂持って削ったら、なんかいい具合に隠れてくれないか期待します。まあこんなもんやろ、ガッタガッタだけど、真下から覗き込まないと見えないからよし。樹脂を使うにあたって、有機溶剤マスクと、吸収管を用意しました。除去性能に時間制限あるんですね。戦争映画で、ガスマスクを管にはめてる描写あったけど、ああやって管理しないとすぐ寿命切れちゃうのね。そして樹脂。これに硬化剤を混ぜ合わせて、ハケで塗り塗りしていきます。掃除以外はしっかり準備したから、道具に不備不足はありません。とりあえず吸収管はめてみた。かぶったら、作業始めてみようか。プライヤーで管開けいの、適当な量の樹脂を注ぎいの。硬化剤を決まった割合で入れいの、何パーセントかは忘れた。確か、71g になったら OK らしい。適当に混ぜいの。どんな感じかわからないので、適当に塗り始めいの。あ、樹脂がついたら嫌なところは、ちゃんとマスキングしておくんだよ。後で削って、紫外線対策でクリア塗装を拭くから、それに耐えられるくらいの厚みは持たせるんだ。すごいシンナーみたいな匂いするけど、粘度が高い以外、思っていたよりは普通に塗っていけますね。やったことないから、これが合ってるのかはわからない。でも、しっかり塗っていこうな。カーボンクロスは内部が空間だらけ。糸の繊維の間に、樹脂を流し込んで密着させる。そして硬化させる。炭素繊維強化プラスチック。自分で塗っていると、なんとなく原理がわかりますな。まあ元のプラスチックの上に樹脂を塗っている時点で、軽量化でもなんでもないんだけどな。だからこそ、表面積の小さくて、しかも目立ちづらいステアリングコラムカバーを、最初の実験台に選んだわけです。最初はミラーをこうやってカーボン化する計画でしたが、ミラーカバーを外している間はプリウス乗れないのと、私のダラダラさで、いつ頃までに終わるかわからないこと、ドケチが発動していて、カバーだけ買うというのが、なんかもったいなく感じていたこと、いろいろな理由があって、あと初回っていろいろと失敗が多いので、ステアリングコラムカバーが生贄に決定、本当は何回も間を空けて、最後に上塗り用樹脂に塗り替えるのですが、今回は最初の1回で、めんどくさがって塗りたくり、細い繊維が不穏な感じですが、どうですか？塗るテカカーボン、いい色合いでしょう？乾燥したら色あせていってしまうし、ツヤ消しクリアを拭いていくつもりなので、塗るテカカーボンとはこれでお別れです。このまま乾いたら、余計な樹脂を削り取って、表面をヤスリで鳴らして、クリアを拭いたら完成です。完全硬化まで1日ほど待ちましょうね。不穏。削り取れると信じよう。はい、ユーターだかルーター、ハンディディスクグラインダーみたいな、カーボンパーツ切削ツールを買っております。付属品豊かで1万円くらいで、多分リスクなく買える中じゃ、これが最強コスパなんじゃないか？このアタッチメントケースがいいのよ。切断用砥石だっけ、ちゃんと入ってますね。回転体の固定 OK、電源及び回転速度の操作確認 OK、想定している手順との差なし、個人的にむちゃくちゃ怖い、グラインダー系道具での切削作業、始められそうです。思ってたよりうるさいし粉が舞う。でも、なんとかなりそうだ。全然削れてなくね。そうなんですよ。大失敗したんですよ。具体的には、思っていた以上に樹脂が接合部に垂れて、爪が入る隙間を埋めてしまって、再結合どころではなくなってしまったんだ。樹脂を削るのが、思っていた以上に大変だったんだ。というわけで、適当な50プリウスの、中古のカバーをネットで買いました。数が売れてる車って、こういう時楽でいいよね。これに、中華製のフォージドカーボンのフィルムを貼ることにしました。これよく見るとさ、解像度荒いというか、ドットが見えるんだよ。やっぱり安物だよなぁ。このヒートガンも安物で、発がん性化合物の匂いがします。ここベッドの上。家の中で凍傷になりそうなくらい寒いから、仕事の合間にダラダラ貼ってくよ。ヒートガンで伸ばしつつ、これは素晴らしい出来だ。思いのほか、シワや印刷解像度も気にならない、素材的にくっつきづらい感じがしたけど、ヒートガンで頑張って伸ばしたら、なんかうまくいきました。余ったフィルムを適当に下半分にも貼っておきました。ここから先が大苦戦するんだ。シワだらけになったのを剥がして切断して、面ごとに貼り直していろいろ頑張った結果、こうなりました。剥がれもなし、貼り漏れもなし、接合も問題なし。シワや張り足し跡はひどいが、まあいいだろう。はぁ、私カーボンシートとか、ばっかじゃねえのって思ってたタイプなんだけどね。ヒートガンの他に使った道具は、中華製の何かについてた粗いカッターと、ホームセンターで買ったなんかのハサミ、フィルム貼るだけの動画なんか、今更作りませんよ。
私は失敗した男だ。うわ、足は目立ってる。そこハンドルで隠れるから。さて、敗北感と満足感の両方を胸に、当初の予定だった、つや消し仕上げだけ試します。反射が気になるかもと思ったのと、もともと目立たせたくなかったのと、フォージドマットカーボンラッピング、聞いたことねえ。塗装じゃなくてフィルムの上だからな。これでつや消しになるかわからねえな。なりませんでした。でもまあ、無事に形にはなりました。何より、ずっとなかったステアリングコラムカバー、やっと戻せる。こっちはゴミです。気にしないでください。仮にも樹脂塗ったカーボンだからね。一部だけ切り取れば質感いいんだけどね。いくつもの失敗の上に今がある。先駆者皆無な道を、独自で切り開くのが私の人生なんだ。人間社会と断絶されたところで生きてる生物なので、どうでもいいところで、無意味な辛労ばっかり積み重なるんですね、クソめ。家庭が評価される世の中なら、東大や宝くじに落ちる人なんかいないんだ。ちゃんと穴を開けておいたので、グリップも問題なくはまりますね。まずは上から戻すのがいいかな。手前側から、ウインカーの切り欠きに合わせて、上から落とし込んだらどっかにはまるぜ。浮いてるなぁ。目立たないようにしたつもりなのに、フォージドカーボンだけ異様に目立ってしまっている。しかもフィルムなのバレバレだし、まあこんなところ見る人いないか。さあ、ネジを戻したら完成ですよ。私にしては珍しくなくさなかった。ここ1年で ADHD を克服してるぞ俺。まあ今すら人間社会には混じらないですけどね。行けるところまで行くしかない。やっぱ異様に目立つような、嫌な感じがないカスタムを目指したいんですが、次にコラムカバー外す機会があったら、黒いクリアでも拭いてみようか。もう閉めますが、この上にレーダー探知機を移設する計画もある。まだまだ発展途上なんだ。